身の部でできる百のこと。ここは身の部山久遠寺の精神駐車場です。身の部山久遠寺はバリアフリーで参拝できるそうなんです。ここは社交エレベーターの下の駅です。この社交エレベーターに乗って本堂のある上野駅に登ることができます。それでは行ってみましょう。結構高いね、見晴らしがすごい遠くまで見えますね。上野駅に到着しました。ここから本堂まではすぐそこです。エレベーターは総受付のある建物にあるんだね。行ってみよう。段差がない。本当だ。段差がない。到着しました。このスペースも広いね。ここで車椅子をきれいにしたり、室内用の車椅子も借りることができるんだね。